福井武雄は、日本の実業家で、ホンダ技研工業の元代表取締役社長である。東京都出身、麻布高校卒業、早稲田大学理工学部応用科学科卒業。父は、日本海軍技術少佐として、戦艦ヤマトの設計に携わった、福井静雄。1969年ホンダに入社。同期に、後藤治、森脇元康がいる。 入社当初は四輪車用のエンジン開発を行う。一方で、車内で、ワイムスクという名のアマチュアレーシングチームを結成、主にラリー活動を行う。1978年には、前年に出された二輪のロードレース世界選手権、復帰宣言を受ける形で、WGP3 専用マシンの開発チームに移動。開発責任者として4ストロークマシンの NR。 500や2ストロークマシンの NS500 などを開発した。1982年には同開発チームをベースとして二輪、レース参戦を統括する子会社、株式会社、ホンダレーシングが設立されるが、1983年には HRC の取締役に就任。1987年には HRC の第4代社長、ホンダ技術研究所の常務となる。 その後1988年にはホンダ本社の取締役となり、1990年にはホンダ技術研究所の専務に昇格。1996年にはホンダ本社の常務を兼任しながら、米国の生産市会社であるホンダオブアメリカマニファクチャリング・インクの社長に就任。1998年には日本に帰国してホンダ技術研究所の社長となり、 1999年には、ホンダ本社の専務に昇格。ホンダの研究開発の総責任者として、2000年よりスタートした第3期、F13 戦の指揮を取った。2003年4月23日、ホンダの第6代社長への就任が発表され、同年6月に就任。2008年12月5日、自ら記者会見を行い、 F1 レース活動からの全面撤退を内外に発表した。2009年2月23日、6月23日に開催予定の定時株主総会終了後の取締役会で取締役相談役に退くことが正式決定した。公認となる7代目社長は伊藤隆志信。2013年10月1日、一般社団日本二輪社普及安全協会会長。 2018年春の叙勲で、朝日、重光明を受賞。ありがとうございます。